3月30日朝6時30分フィリピンセブ島セブシービジネスパークトゥークワッドビルディング、日本大使館の入ってるビルディング前から3月30日朝6時30分からここから今録画します。散歩に行きます。フランシールの場合はあまりにもおバカさ、3月30日の朝の「フランシールの場合」っていう歌があるんですけどね、3月30日の朝になんか亡くなっちゃったそうし、死んじゃったらしいんですよね。そんな歌がフランスのパリの方で昔なんかそういう事件があったらしいですよね。モノクレッテの近くです。これ工事現場の前、新しいビルの前。いやもうこんな天気ですから真夏日ですよね。またフランシールの場合はパリの朝に燃えた命一つ、フランシもう50年以上前ですかね、56年、57年、58年ぐらい前、もっと前かな、これ、なんとかのりこ、新谷のりこかな、歌った歌ですね、フランシーヌの場合っていう歌がありました。はい、あえらいアヤラトールスタンス交差点に着きました。今信号機は左折車のみ、直線車も OK、 信号今度は直線車のみの信号に変わりました。歩行者の信号も今変わりましたけど、これがね短いんですよ。さっき変わったですけどね、もう赤ですよ。10秒もしないうちに赤。はい、マヨンブンタ。10秒もしないうちに赤ですからね。これじゃあちょっとおかしいと思いませんか、これ。歩行者が渡れませんよ、これ。ただいま6時34分。またジョリビーまで行きます。ジョリビーってジョリビーヤンバーガー、ヤミバーガー、ヤンバーガー、おいしいバーガーっていう意味ですけど、それを2つね買いに行きます。やっぱり帽子かぶってマスクしてると暑いですよね。あやら前に来ましたけど誰もいません。おお、ワンコ、ワンちゃん、あの2匹だ、ほら。モノクレッテにいた、吠えた犬だ、吠えた犬。吠えてきた犬ですよ、あれ。ほら、兄弟。モノクレッテにいたやつ。あれ、なーに、走っちゃって、あっちの行っちゃった。ゆー、見えなくなっちゃった、ほら。
ダメだ、マスクしてると少し下げないとダメだな。はあ、あっちから歩いてきましたからね。はあ、暑い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 。今日は反対側の道から歩いてます。向こう、反対じゃない、向こう側ですね。あやらに近い瀬田ホテルです。はあ、疲れた。ここに横断歩道があるんで渡りますね。瀬田ホテルの前です、この横断歩道。ここに近道があるんですね。近道、ここに近道がありますから、ジョリビーク近道ね、ショートカット。反射してます、太陽が。瀬田ホテルのガラス窓から反射してます。シティバスですね、シティバス。さて、近道から行ってこよう。あの自動販売機があったところです。電源が入ってない自動販売機があったところです。大きいやつなんだけどね。ここはちょっとした公園になってますけど、ヤシの木があるから超感じがいいですね。ほら、ここに自動販売機、多分電気、電源入ってませんね。置いてあるだけです、これマシンが。ほら、販売中のね、電気がついてないんですよね。それと電源がここにあるんですけど、ほら入ってませんね。それで電源のコンセントがほらちょん切れていますね。ちょん切れてるでしょ、これ。ほら、ないね。
これで置いてあるんですよね。ブランドアウト。はい、近道からジョリビーの入ってある QBE のビルディング行きますね。こっちは南側です。南側から東側、お花が咲いてますね。お花。花が咲いてます。セダホテルがあっちね。ケペルビルディン。6時42分です。6時42分。ぐるぐるに来ます。グロウ。わら、で、でれさかい。はい、ジョリビーの前に来ました。スカイライズベッドル。もう会社勤め、夜勤の人が終わりましたね。今日は警備がいないね。今日は警備員さんいませんね。BPI の ATM がありますけど。あれ？なんだ？おかしいな、6時からやるって聞いてんのに、今日はまだやってないね。ただいま6時45分。おかしいな、ずっと前来た時何時から開くんですかって聞いたら、6時からですって。まいったな。入りました、こりゃ。こんなのが置いてあります。手を洗ってくださいって、ほら。あ、多分7時からだ。あと15分もあります。15分もどこ行ってこよう。
ちょっと歩いてきますね、あと15分なんで。ちょっと歩いてきます、15分もあるんじゃ。おかしいな、6時って前聞いたのにね、おかしい。パンデマニ、パンデマニラが見えてきました。パンデマニラ。パンデマニラね。サマーロープバスストップっていうのがありますね。このバスストップ。ここはなんだ？アーラムアンティンダイフジェニナルインスランス。サマーロープバスストップっていうのがありますね。ここはね、多分タイムスケジュールがあると思うんですけどね、タイムスケジュール。あら、ない。ここですね、ありますね、これ、タイムスケジュール。6時15分、6時30分。7時15分ありますね。ただいまジプニーが来ました。これ会社勤めの人が帰宅するか、ここから会社に行くのか、どっちかですね。チャイナバンクのある近くですね、ここは。ヤシの木が植えてありますね。入ったね、まだあと10分くらいありますね、7時まで。花でも取ってきますか、花。スパイダーリリーが咲いてますね、スパイダーリリー。ここにもスパイダーリリー、ここにも咲いてます。サンガロープバススタップ。はい、ワンちゃん、ほら痩せてるな。はいはい、ふいふい、ほらら、ら、ほい、ほら、痩せっぽ。あげる、ほら。あげるから。
こんなところにほら来てる、ほら痩せっぽのオス、痩せっぽのオスが来てるね。スパイダーリリーですね。スパイダーリリー、ワンコ。行っちゃったよ、ほら食べたら行っちゃったよ。スカイライスアルパー、何これ。消防自動車が行ったの。まだあと8分もあります、7時まで。入ったな。猫ちゃんが来ました。猫ちゃん今度、はい、猫ちゃん、ニャニャン、ニャニャン、はいはい、はいはいよ、食べるか、お魚、お魚食べんの。あー、行っちゃうぞ、これ野良猫、行っちゃった、餌くわえて。あー、隠れて食べてる。犬が来て猫が来たんですよね。行っちゃうぞ、ほら、くわえてる。くわえちゃって行っちゃう、どっかへ。面白い、行っちゃった、どっか逃げちゃう、逃げちゃうよ。まだ時間がありますね。ジョリビーのやつ、前6時からですなんつって、全然開いてないじゃん、全然開いてない、全然。いい加減なこと言ってんだから。うん、パンの匂いがしてきました。パンの、パンで、パンデマニラのパン屋さんの匂いですね。うん、あそこほら、パンの匂いがしてます。ジョリビー、なんだよこれ、初めから7時だって言えばいいのにね。全然やってない。まだまだ待ってますね、みんな。中で朝礼やってますね、朝礼。ただいまの時間、あと5分ですね、5分。なんだよこれ、どうしようかな、一時停止するか。一応これで止めます。第1部を終了。